清水はルヴァンカップの影響でリーグ戦の日程ずれ、先月末からリーグ戦5連戦、これが4試合目です。さあ両チームの選手たちが入ってきました。北川、右サイドに中山がいます。中山、中を伺う、中に入り込んで左足のシュート、ここはゴールキーパー小畑が防ぎました。中央入れてきます、ヘッドで来る、しかしここは権田が対応します。エベルトンがここにいるフォギーニョに出す、一度外に出して木田、木田が仕掛けて中にクロスを入れる、おう、白崎から犬家、まあ、右サイドは中山選手が中に入って北爪選手を出してますね、はい、その北爪のクロスですがヘッドできます。さあここもボールを奪われるが奪い返したエベルトン、しかし、うん、ここはキープが長くなってしまってファールになりました。イエローカードエベルトンです。内田が長いボールを蹴る、素晴らしい、ホヨンジュン収める、うん、そしてそのまま渡して右サイドいたフォギーニョ、まだキープ、中に中央入れて、しかしここは、うん、合いませんでした。いや、その前で打ちたかったですね。ここはファールで止めます。鎌田にイエローカードが出ています。ニアにすらしてフォギーニョ、まだ持つ、もう一度遠藤へ、遠藤がシュート性のボールで来る、ただここは権田が対応しました。北爪が前に走っていた、そこの北爪へいいパスが通る、中央へシュート性の当たり、おお、ここはなんとか小畑が対応しました。乾、まだドリブルで持ち上がる、乾がラストパスですが、ここもまだ流れる、おお、素晴らしい、そして白崎へ、白崎がシュートで来る、跳ね返り、もう一度中へ来る、しかしここは小畑が取りました。先ほどのチャンスのシーンです。このシュート右手で一本で止めました。うまく弾いたということなんですね。そうですね、まあ、これもまあ弾くコース、ただハチスカがそのままクロス入れて遠藤のところ、頭で落として中山、まだキープする、中山がシュートで来る、ここはブロックに合いましたが、仙台も中山が前から行く、前から行く、さあ奪った、さあそして木田がドリブルで持ち上がる、木田1対1を仕掛けてかわして中に入れる、ただここも1年目ルーキーイヤーはやっぱり得点に絡むような立ち位置を取ってましたけど、まあ少し、おっとここもミスになる、シュートに来る、なんとかブロックした、見事なセーブ小畑です。そうですね、まあチームとして小畑選手に助けられましたね。まあこれは連携ミスでしたけど、まあ、本当にフリーすぎてどこに打ってもっていうところがあったと思いますけども、まあ、うまく誘い込みましたよね。ハチスカからのクロス、長いボール落とした、もう一度キープします、鎌田、鎌田持ち運ぶ、右足でのシュート、ただここは権田の正面でした。チアゴ・サンタナから岸本へ、そして神谷が小市、中央へ出してチアゴ・サンタナ、サンタナ左足、ここは小畑の正面でした。中山流れたところでしたが、このまま中に行く、遠藤シュートで行く、こぼれたところ、そのまま行ったが、ーゴールの左に外れていきました。いやー、いい作りからね、まあ、時間をかけながらサイドを揺さぶりながらミドルシュートでしたよね。まあ、ここからのミドルの精度は本当に素晴らしいなと、まあ、オフサイドもなかったと思いますから、まあこれは仙台としては決めたかったですよね。まあ、前線にかける人数もだんだん良くなってきたと思いますから、サイドに一度寄せながら中央、右サイドに持っていきます、小出から加藤仕掛け、失礼、木田の仕掛けです。右足のクロス性の当たりですが、ここはそのまま流れていきます。